金沢駅東口のすぐ近く、ホテル日光金沢のエントランス前にあるヨーロッパ調の建物、そこが新しい和食空間、ごちそう渋市です。シックでモダンな作りの1階、この渋市の特徴の一つは、すべての席がゆっくりとリラックスできる椅子席と掘りごたつ式の掘り席になっていること。また2名から個室を利用することができるので、カップルもグループも時間を忘れてくつろぐことができるのです。2階は明るい開けた感じの和室、仲間同士ワイワイ楽しめちゃいます。細かな作りにも質の高さがうかがえる、そんな和室でごゆっくり。3階は落ち着いた大人の雰囲気を漂わせるお座敷、個室としても貸し切りの広間としても使うことができます。4階は夜景も美しいカジュアルな空間、カウンターはウェイティングバーとして使うこともできます。おすすめは日替わり会席、その日の仕入れによって一番おいしい食材を料理長が提供します。ここにご紹介するのはほんの一例、季節の旬をお楽しみください。一品料理も職人の創意工夫が込められた本物ばかり、新鮮な食材をよりおいしく、より美しく、より季節を感じられるよう、地元金沢にこだわった料理を心がけています。すべてに満足のくつろぎの空間。当店渋市では旬の、海の幸や山の幸を取り入れた和食の料理にこだわっております。金沢にお越しの際はぜひお立ち寄りくださいませ。本物を求めたごちそう渋市で金沢の夜をおくつろぎください。